お花紙とセロテープを使って藤の花を超簡単にたくさん作りましょう。まず緑のお花紙を2枚重ねにして八つ折りの屏風折りにします。これを半分に折って輪になっている方から葉っぱの形に切ります。一部は切り離さずに残しておいてください。真ん中のところをワイヤーで留めます。折り山を潰すように葉っぱを開いて、ワイヤーが隠れるように半分に折れば藤の葉っぱの出来上がりです。たくさん作って藤棚にする場合は八つ折りの型紙を作っておきましょう。あっという間に屏風折りができます。屏風折りにした後は全く同じ作り方で作っていきます。花にする藤色のお花紙を 7、8 枚重ね、半分に折っては裂いていきましょう。8分の1になったところで半分に折り、真ん中で切ります。それを3分の1に折って真四角に近い形にします。下に紙などを敷いてハサミで三角形に切っていきます。これで花と葉っぱの用意ができました。大きな風呂敷などの上に三角形に切った藤色のお花紙を広げます。重なっているところはできるだけほぐして風呂敷を持ち上げ真ん中に寄せます。セロテープを長く切り取りお花紙に押し付けます。強く引っ張り余分なお花紙を落としたら、腫れていない部分にもう一度くっつけたり、塊になっているところを落としたりします。同じ要領で何本も作ります。作り終えたら葉っぱと組み合わせていきます。並べてみて花房の長さを決めたら、上の部分をハサミで切り揃えていきます。セロテープで貼っていない方を上にして置いていきましょう。長さが決まったら、広げた葉っぱの内側にセロテープで貼っていきます。葉っぱを半分に折れば、これで藤の花房の出来上がりです。とっても簡単にできますので、たくさん作っていろいろなところに飾ってみましょう。